皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャストで競馬予想始まりました。あ、ジャストで はい、ということでですね、昨日の動画に引き続き、ジャストで競馬予想動画を始めたいと思います。始まりました。私、今ですね、仕事中なんですけども、仕事中に動画撮って何をやってるっていうことでですね、今日もですね、元気よく、競馬の予想をしていきたいと思います。あらら、ちょっとハプニングが起きちゃいましたね。少々お待ちください。ですね、この競馬の予想は、明日の東京11レースに行われる、アルゼンチン共和国杯ですね。芝2500メートル。はい。これのね、予想をしていきたいと思います。あれ JRA のホームページがないと僕も何もできないっていうね、はい、感じなんですけど、ちょっと出てこないな、これ。出てきたよ。アルゼンチン共和国杯。はい。ですね、僕が一番まず20丸にしたいのは名将門松ですね。はい。うん。理由はっていうのは、これ、過去3戦 G2 で、ね、掲示板に1回だけ上がっただけで、あとは全部外れてると。はい。で、その前走、早春ステークスっていうのかな、これね。海老名騎手とね、コンビを組んで、その時に、1600万したんですけども、その時に1着になってくる、はい、そういう意味も含めて、名将門松巻き返すんじゃないかということで、はい、考えてみました。で、そうですね、対抗にはもうやっぱりゴールドアクターなのかなと思うんですけどもね、もうね、2連勝菊花賞で3着のね、順当に勝ち上がってみたいな感じで、勝負をかけれると思うんですけども、ちなみに僕は7月15日なんですけども、ゴールドアクターは7枠15番なんでねそういう意味でも応援してみようかなと思うんですけどねで、あとはですね、もう気になる馬、フラガラ言いづれな、この野郎フラガラッハいいかなと思ったんですけどね、8歳馬でね、昔いたカンパニーみたいな感じでね、なんだっけ、カンパニー天皇賞だったかジャパンカップだったか失礼しましたね、8歳馬でもね、そんなイメージで違ったかなあまり下が見るとね、ちょっと批判を食らうの僕あんま好きくないんであれなんですけども、はい、いいかなと思ったんですけども、見事なる13番人気でですね、ちょっと、と思って、どうしようって思ってて、鈴鹿デビアスもこれいいんじゃねえかなと思ったっけ、こっちも14番人気っていう、ちょっとね、最悪なね、あれなんですけどもね、はい。そうですね、やっぱ平牧ディープもいいですし、僕はそうですね、名将門松から、薄めまでと流しで、勝負していきたいと思います。薄めっていうか、そうですね、レーブ・ミストラルも川田騎手でずっと勝ち進んできて、ダービー以来のね、レースなんですけど、でも僕はこれどうかなとは思うんですけどもね、一番外枠だし、やっぱり、ゴールドアクター、平牧ディープ、そうですね、平牧ディープ、4番人気で、行きたいかなと。で、やっぱりあとフラガラッハですね。僕はちょっと行ってみたいと思います。13番人気。わかんないですからね。いきなりね、13番人気でもゲームだったらいきなり1着入ってくる可能性ありますからね。忘れました。あとプロモントーリオ。プロモントーリオ。これはクリスチャン・デムーロね、騎手が乗ります。はい。目黒記念3着入ってるんですよね。そうですね、だから結局は僕は名将門松から行くんで6番人気なので、馬券としてはですね、ちょっといきなり1番人気から買ってもちょっと高くつくかもいいかなって、はい、これが6番7番人気なんてきたので、はい、ちょっといいかなって、
まあ、結局はですね、僕の、一番推し、そうですね、名勝門松から行って、まあ、ゴールドアクター、平牧ディープ、そうですね、レーブミストならちょっと外します。はい。で、プロモントーリオ、フラガラッハと。フラガラッハとマイヤー。もう一頭つけて鈴鹿デビアス。はい。行ってみたいと思います。はい。スーパームーンもいいかなと思ったんです。まあ、スーパームーン。あんまりごちゃごちゃ言うとですね、あれなんでね。はい。とりあえず、まあ、3頭。はい。もう一回言います。もう一回言いますね。名勝門松、ゴールドアクター、なんつったっけ俺、どっちっつったっけ、平牧ディープか。プロモントーリオもつけたいんですけどね。まあ、注意マークでプロモントーリオかな。はい。そんな感じで行ってみたいと思います。以上、ジャスタウェイ、ケブラソンドガでした。はい。これからですね、ちょっと頑張って仕事していきたいと思います。また、宮古ステークスはまた別の動画でね、今すぐ予想してあげていきたいと思いますので、ぜひ、ご視聴いただけたらと思います。昨日よりは多分顔がこう、キッとなってると思うんですね。やっぱりね、仕事中っていうかね、まあ一応、仕事はしてるんですけど、休憩中みたいな、はい。まあ仕事をなるとやっぱ人間って顔がね、やっぱグッと変わるもんでね、はい。こういうふうにグッと。ということで、ジャストで競馬予想、明日のね、日曜日第10、東京11レース、アルゼンチン共和国杯の予想でした。以上、ジャストで競馬予想でした。ありがとうございました。最後、こうやって笑って終わっちゃうのがね、ちょっと僕の悪い癖でね、本当ご視聴ありがとうございました。また、はい、失礼します。はい